警部補、矢部健三は、テレビ朝日系の、金曜ナイトドラマ枠で放送された、日本の刑事ドラマシリーズ。主演は、生瀬勝久。第1シリーズ、警部補、矢部健三は2010年4月9日から5月14日まで、放送。第2シリーズ、警部補矢部健三には2013年7月5日から8月30日まで、放送。 2017年3月7日から、警部補、矢部健造人工頭脳、VS 人工頭脳が、ビデオパスと、テレ朝動画で配信。2000年にテレビ朝日系金曜ナイトドラマ枠から、放送スタートした、仲間幸恵、安倍博主演のドラマシリーズ、トリックの、スピンオフ作品。トリックシリーズで、ナ子、上田の主人公コンビが関わる事件に決まって現れる、警視庁公安部の刑事、 矢部健造を主人公とし、矢部が自ら難事件を解決する様を描く。自称、霊能力者が仕掛けたトリックを暴く、トリック本編とは異なり、テロや組織犯罪などの大掛かりな事件が主題となっている。内容はミステリ仕立てだが、謎解き部分は、矢部の周囲の人物が担い、主人公の矢部はトリック同様に役に立たない言動が目立つが、 最終的に運と偶然で事件を解決するという構成となっている。トリック同様、話の中でいくつかの小ネタが登場しており、既存の刑事、探偵ドラマ作品などのオマージュをはじめ、特撮やスタジオジブリ作品等をもじった名前やパロディ、トリック本編で登場したセリフや小道具などが登場し、特撮ネタに至っては、 元ネタとなる作品に出演した俳優そのものが出演している。なお本作はトリック劇場版、スペシャル版の PR も兼ねており、第1シリーズでは劇場版トリックレノリ記者、バトルロイヤルと新作スペシャルに、第2シリーズではトリック劇場版ラストステージの予告映像も流された。ドラマの収録には千葉都市モノレールが全面的に協力している。 ロケにあたり、警視庁の刑事部屋や、第9、取調室など作中に頻繁に登場する場所のセットが、同社の本社社屋内に常設されたほか、車両基地に置かれている展示車両にもドラマ仕様の装飾が施された。本作が連続ドラマ初主演となるナマセは、ライフワーク化を期待しており、つまらないくらい面白くしますとコメントした。 2013年5月23日、7月より第2シリーズが放送されることが発表された。スピンオフドラマの続編が作られるのは日本の連続ドラマでは初めてのことである。同年6月23日には制作発表イベントが催された。続編放送の発表とともに本作の主人公である矢部の頭髪の問題に絡めて23日に行われた。 第一シリーズは平均視聴率が前回二桁を記録。金曜ナイトドラマ枠では2009年1月期放送の歌のお兄さん以来。宮崎放送では木曜23時55分24時55分に放送された。テレ朝動画では第一シリーズ前編が配信されている。がついている人物はトリック本編にも登場。矢部健造ぞう生せかつひさ。 警視庁公安部公安課、警視庁公安部公安課第9、取調室長。階級は、警部補。権威に弱い権威主義者。上司には媚びへつらう一方、部下には必要以上に厳しい。部下の手柄を平気で横取りし、逆に自分の失態はすべてなすりつけようとするなど、公私ともに、理不尽な言動が多い。また金にも弱く。 レッドウルフとの金での司法取引に疑いなく応じてしまっていた。カツラを被っていることがコンプレックスで周囲にはバレバレなのだが部下以外にはその事実をひた隠しておりカツラを連想する単語を出した者には殺意をむき出しにする。カツラも数種類あり基本的に73に分けているが状況によっては真ん中分けになったり回によってはパーマをかけたものになっている。 またカツラは非常に頑丈で狂気から身を守ったり、頭突きで敵を倒すこともある。矢部はこの頭を気にするあまり、物語の中盤ではよく事態が最悪の方向に一変するが、逆にこの反射行動が彼自身を危機から救うこともある。第2期では、みたらし警視総監の娘の未来から、総監の不倫情報を収集し、警部補から警視に昇進することを目論む。 他にも、第9、取調室と呼ばれる取調室を自分のプライベートルームに改造したり、領収書をすべて上様宛てで出したりしている。秋葉原寺に園池田哲洋、警視庁公安部公安課、警視庁公安部公安課第9、取調室員。警視庁公安部刑事で、階級は巡査部長。矢部の3人目の部下。常に、矢部に傾倒する伝納を託。 パソコンやその他の電子機器を使ったハイテク操作で矢部をサポートする一方、電波の届かない場所では役に立たないことも、常にヘラヘラした表情をかつ天然で空回りしがちな行動が多いが、矢部救出のために大胆な作戦を講じたり、モールス信号を理解できたりと意外に頭脳が明晰である。紙袋の他に大きなアルミ製ジュラルミンケースに、 ノートパソコン型自作スマートフォンを入れて持ち歩いている。第1シリーズでは物語冒頭ではナレーションを担当し、それが矢部建造である。の一言で締めるが、実際は矢部の付近で叫んでいるだけであり、そのことについて彼に突っ込まれている。第2シリーズでは矢部が単独で捜査に借り出されることで置いてけぼりを喰らい未来とともに別行動をとることもある。 かつては、浦野和美のファンだったが、現在は、ナビララとなあいアザリアのファン。桂美春園、漢字屋しほり警視庁公安部公安課所無係。階級は巡査。価値気な性格。理不尽な言動が多い矢部には反感を抱くが、徐々に軽視するようになる。首を鳴らすのが癖。伝説の刑事、桂太郎を父に持ち。 その羊からか現場での仕事に憧れており、機会があれば、独断で現場に赴むき捜査をしたがる。捜査に出向く際は、父が残した、捜査のメモが記されたノート、デカペディアを持ち歩き、行き詰まった時やピンチの時に、それを頼ることがある。やべから、庶務か、小娘と呼ばれている。途中から、犯人はあなただ。と絶叫するのが、決め台詞となっている。 デカペディアには、上、中、下がある。桜木健一郎園、鈴木光介警視庁公安部公安箇所無係。階級は巡査。中高等な性格。優れた、推理力の有しているものの、かつては現場に配備されていたが、自ら安全なデスクワークに志願した経緯がある。長所から推理をするだけで満足する日々を送っている。しかし、時折、 三春や他の刑事によって本人の意思とは無関係に公安の捜査に借り出されることがあり事件に隠された謎を解明する。推理中に中指を鼻の下の溝に当てがうのが癖で三春からは指の匂い嗅いでるんですかと突っ込まれる。矢部からは刑事君と呼ばれている。菊池アイスケーン、京日の部を警視庁公安部参事官。飛び級で東大理想に合格。 卒業し、キャリアとして、警視庁に入ったエリート中のエリート。矢部の部下だった時期があるが、キャリアということであっという間に昇進し、現在はその立場は逆転している。自分の工学歴を常に鼻にかける欧平な性格で、矢部から巧妙な手で鉄拳を喰らう。しかし終盤ではそれを理解しているのか、買わせるようになる。第1シリーズエピソードも、 第2シリーズエピソード7劇中内で、争点の霹靂というシーンがあるが、これは今日が、おしふよ戦隊ハリケンジャーで演じていたクワガライジャーの名乗りのセリフである。片桐優奈園、原美木絵警視庁公安部公安課の女刑事。主に潜入捜査官として、様々な変装、コスプレをして現場に赴いている。スタイル抜群で、やべから、おっぱい刑事と呼ばれている。 だが、福島弁なまりな上、昭和39年生まれで、やべとは同期。おっとりした性格で、エピソード1では、お神の悲鳴を聞いても遅れてやってくる。木下園、奥田達次警視庁公安部公安課の刑事。古株で、現場の指揮をとっている。宇宙園、豊市警視庁公安部公安課の刑事。名字は、アメ中だが、やべから、宇宙刑事と呼ばれていたり、 当時着用していた手袋が小道具として登場している。いつもどこかを骨折している。森田園、小松と島警視庁公安部公安課の刑事たち。若株。野際養子園、佐藤真由美警視庁公安部公安課所務係長。警視庁公安部公安総務課風紀。取締係長。階級は、警部補。やべと同期。警工等の調整ばかりしているが、 たまに鋭い発言をする。カツラ・トールを仕事サボってばかりと見ている。第2シリーズでは公安総務課に移動している。大村忠助園、先駆け三太郎警視庁公安部公安課長。階級は警視。いかにも不自然な髪型をしているので、やべは自分のことを棚に上げて怪しげに見ている。郷周シ園、丹次郎警視総監。 テロ事件に対しては厳格な態度を見せるが、不穏な方へ、風向きが傾くと部下に責任を押し付ける、個人的な性格。やべから、ウルトラマンと呼ばれたことがある。第2シリーズでは退任しており、秋は曰く、M78 星雲に帰ったという。三太良未来園、畠山綾名号警視総監の公認の警視総監、三太良一香の娘。小学生ながら、 天才的なひらめきと頭脳を持ち、やべに父親の弱点を教える代わりに操作に協力しようとする。大人びた性格でたびたび論語をそらんじる。愛読書は習慣推理で付録のグッズを役立てることもある。推理中には右手で左側の髪の毛を巻き鼻の下にあてがう癖と謎が解けた時に指パッチンする癖がある。やべたちを 友達として接し、年、本編劇場版ラストステージに一瞬だけ登場している。三たらいひとみえん、みふねみちかおの妻、未来の母親、戦国時代から続く由緒正しい武家の家系で、いでたちや、口調も古風である。年の差こんながら、夫に対して絶対的な支配権を持っており、特に、浮気をしないよう欠板までをさせている。三たらいちかおえん、 大和田信也警視総監。未来の父親。娘には甘いが、共済化。手違いで、事件捜査を矢部に任せてしまった上、愛人の存在を知られてしまったことから、事件の度に弱みを握られて、昇進の便宜を図るよう脅される。そのため矢部の身に、何かが起きることを期待して危険な捜査には必ず、矢部を起用する。20年前、綾野小路秀丸が、 愛人に生ませた娘、谷村美鈴が、屋敷の敷地内で変死した事件の捜査を担当し、事故死と結論付けた。綾野浩二が警視庁に再捜査を依頼し、矢部健造なら、事件をうやむやにしてくれると期待を込めて、捜査を担当させたが、その期待は裏切られ真相が解明されてしまったため、釈明の記者会見を開いた。トリック新作スペシャル3では、 話の本筋とは関係ないものの、名前と映像が本編でも使用された。酒と鷹市の鳥級鷹市や、マスターエンミスターチン高級鷹市店、酒と鷹市の鳥級店主。小さい男と言われると、胸が痛むリアクションをする。実は、シークレットシューズ乗用車であり、秋場には、バレていた。国木田明恵介、戸井健太警視庁公安部長、警視庁、 警視庁公安部理事官、警視、二階級降格、矢部の直属の上司、玉木光一園、藍島和之アメリカ研修から警視庁に戻ってきた、三時間。同じ三時間の菊池を全く相手にせず、自分よりも階級が、下の矢部を、相関が重宝していると勘違いして、矢部に、ライバル心を燃やす。本編のレギュラーキャラクターの見本校に記載。 詳細は、トリックの登場人物を参照。山田直子園、仲間ゆきえ、トリックの主人公である、売れないマジシャン。エピソード1では、後ろ姿で登場。仕事をまた首になったのか、商店街の人々から笑われている。エピソード5では、三春と桜木が、二郎号で休んでいた彼女に話しかけている。この時、上田は途中で落とした車のドアを探しに行ったため、 不在。また、この回では矢部が本来は、山田の決め台詞である、お前のやったことは全部お見通しや、を言った直後にも一瞬登場したが、矢部や秋葉との絡みはなかった。第2シリーズ最終話に登場し、高級駄菓子店、酒と駄菓子の取り球で、マジックショーを開催している。上田次郎園、安倍博士、トリックの主人公でなおこの相棒でもある。 日本科学技術大学教授。本人は登場しなかったものの自身の著書の表紙などで写真が登場していたり、矢部屋山田が上田のことを語っていた。第2シリーズでは、週刊推理に天才上田教授の事件簿を連載している。山田里美縁、野際陽子直子の母親であり巧妙な書道家。最終話で警視庁に招かれ、刑事魂という意味を込めて、 魂と書かれた巨大な書を警視総監に贈呈した。矢部とは本編中での面識が少ないためか、対面時にはお互いに最初は相手のことが思い出せなかった。この時、里見は矢部を温泉でかと呼んだ。池田春園、大島洋子、池田総の大家。第1シリーズエピソード1では聞き込みに当たった三春と桜木に、な子の家賃滞納についての不満をこぼし、 相談している。第2シリーズエピソード1では、ジャーミーと共に、結婚10周年記念の指輪を買いに来たところを、玉木たちに、青木予言者と間違われて取り押さえられてしまう。ジャーミー君演はアベリン・モハメット、池田総の住人、池田春と共に登場。石原達也演前原一騎安倍の初代部下。エピソード1、2では、警視庁前をうろつき、エピソード4では、 片切りの潜入捜査を目撃した矢部が大村課長に電話をかけたシーンに登場。顔は映らないが、金髪の頭や衣服が本シリーズ時のものと一致する。うろうろと警視庁内を歩き回り、矢部を探している様子だった。エピソード5のエンディングでは、のきわが設置した、い,いよ、い,いよ、公開と書かれた額縁を、カムバックと書かれたものに取り替えている。最終回では、 本編のエンドロールおよびミニコーナー、トリックこちら警視庁、第9、取調室に本人が登場し、やべや秋葉と絡んでいた。てるきなたもつ園瀬戸洋一郎直子の唯一の熱烈なファン。寝室鬼没。沖縄に関係がありそうな名字だが、無関係。実家は、愛媛県のみかん農家。第2シリーズ最終話に登場し、高級鷹菓子店。 酒と高市の鳥久で直子が開催したマジックショーを見ていた。第1シリーズ、編集エピソード1、史上最強のテロリスト救え、1200万の命、編集、大原ルリコ園、加藤孝子、相撲旅館の狼。狼の旅団リーダーレッドウルフの恋人だったと噂されている。旅館で、加藤が殺害された事件で、やべの場当たり的な推理で、 殺人犯として拘束される。森本茂縁、片平光事件の鍵を握る男。10年前に、障害の善科があり、整形を繰り返して、現在の顔に至る。加藤純一郎縁、小島光一、相撲旅館の宿泊客。旅館内で殺害されるが、ルリコの証言でその正体が、レッドウルフだと見られるようになる。中西学園本人。 祖母旅館の宿泊客。殺人現場に向かうミハルと鉢合わせてしまう。エピソードに、決死の潜入捜査阻め、悪魔の細菌兵器、編集、二長は太郎園、森継工事暴力団、室風一家組長。皇帝の鼻字転売のため、ロシアンマフィアとの取引を控えている。安倍になりすます安倍の蘇生に、全く疑念を挟まずに、全幅の信頼を寄せている。 鶴岡新寺園、江原州、室風一家若頭。血の毛が多く、矢部が本物の安部なのか、回帰川島県一園、小玉隆室風一家若頭補佐で、矢部の世話係を任される。実は、室風一家を抜けたがっているため、室風一家を潰そうとしているとに長と鶴岡に、存在を厄介視されている。野崎良太園、小笹進次。 室風一家構成員。安倍賢治縁部ー、関西で名を馳せる殺し屋、得意とする殺しの道具に由来して、タコピンの安倍賢の異名を持つ。関西で殺しをしすぎたために、海外逃亡して身を潜めていたが、突如として、日本に戻り、室風一家にやってくる。敵の反撃で受けた左腕の傷と、愛した女性の名前を掘った入れ墨が特徴で漢字に、弱い。 カツラをつけていたところをやべに指摘され、素直に引っ込んだ。エピソード3、姿なき犯罪者防げ。神経ガスの恐怖、編集、南田麗奈縁はしな聖小国、クーリット王国のジャームー特使の通訳。助手園沖田祐レー奈の助手。清掃員園正岡康史クーリット王国主催の国宝展が開かれる、美術館の清掃員。 警備員園再起真空立島王国主催の国宝店の警備員。北沢敦彦園のぞえ政治警視庁のデータベースに載っていた男。矢部を監視していたカメラに指紋が付着していたが、無実を主張する。アイドル園、浦野和美秋葉原陣が、エピソード4、リークされた、捜査情報追跡せよ。警察内部の密告者、編集、七熊五郎園。 高橋和也警視庁、捜査二課刑事階級は警部補。多くの警視総監賞を受け、捜査二課のホープと称される優秀な刑事。実直かつ仕事熱心な性格で、今回の六葉建設の強制捜査を空振りに追い込んだ内通者を突き止めることに執念を燃やす。内通者探しで、やべの相棒のポジションを担っていることで、秋葉に嫉妬されている。鶴光一円。 春海司法警視庁、捜査二課刑事階級は警部補。大規模な経済事件で知見特捜部を出し抜く功績を挙げた手腕の持ち主。七熊とコンビを組んでおり、六葉建設の捜査も共に担当していた。心臓に難病を抱える子供がおり、大金を必要としている。門倉園、植松博士、六葉建設の社員、社長と共に、 警視庁内の内通者から見返りを求められている。エピソード5、エピソード5.1、警視総監暗殺計画、矢部建造北へ、編集、斎藤花園、渡辺範子勤務先の社長、桑原緑の代理として、小野寺を忍ぶ会に参加する。矢部の中学時代の同級生であり、初恋の相手でもある。死刑執行人によると、社長の桑原は、 マルチ商法に関与しているという、下村里子園、峰村理恵かつて小野寺の助手を務めていたという弁護士。小野寺を忍ぶ会に参加するが、死刑執行人によると、小野寺の意思を受け継ぎ、強引な手段によって多くの罪人を無罪にしてきたという。武藤綾香園、小沢真珠元看護師で、現在は看護関係の会社を経営している。裁判で助けられた園で、 小野寺を忍ぶ会に参加する。死刑執行人によると、自身の会社において、老人を虐待して、金銭を搾取しているという。松田君を縁、神尾有金有害者を経営している。金がらみの裁判で世話になったことから、小野寺を忍ぶ会に参加する。死刑執行人によると、裏で闇金に手を出し、多くの人々を自殺に追い込んだというが、本人はそれを悪びれる様子はない。 戸川めぐみさん青島健介投資ファンド代表。政財界の顧客も多いというが、実は出資させた金を運用せずに着服し、その結果として多くの人々を破産に追い込んでいることが、死刑執行人によって明かされた。平田厚志寺園、伊坂達也、小野寺を忍ぶ会の参加者の世話役を務める人物。勤務先の派遣会社に言われてきただけで、 詳しい事情は知らないらしい。死刑執行人によると、過去に、小野寺の弁護によって、恋人殺しの罪を免れているという。まぶたの母代表縁山崎一まぶたの母の代表者。警察の捜査によって、母体であった団体を解散に追い込まれた過去があり、警察と、その代表の警視総監に強い恨みを持っているとされ、警視総監の暗殺に関与していると思われている。 ちなみに、トリック本編で、母団体の解散が描かれている。第2シリーズ、編集複数話登場の場合は、括弧ないに表記。わしの伝説その、殺しの暗号。天才少女 VS 最も優秀な刑事、編集、大同寺綾の縁、秋元直美、ジュエリーサタデーナイト新橋、ジュエリーオールナイト赤坂オーナー。各店長に、 店舗のセキュリティを指差し確認でチェックする、要再三、注意喚起を知っていたのにもかかわらず、強盗に高価な宝石を盗まれ、激怒する。白山みちる園、春木美さ代、ジュエリーサタデーナイト新橋店長。店舗の宝石が強盗に盗まれる被害に遭い、オーナーが激怒している中で保険に加入しているから、損害は補填できますと開き直る。篠崎和樹園。 村上渡る宝石窃盗グループ、青木予言者の一人。林原隆寺園龍座宝石窃盗グループ、青木予言者の一人。網戸洋一園、下州都市警視庁新橋警察署刑事。やべたちからは、アギトと呼ばれている。再び登場した時には高級駄菓子店、鳥球で駄菓子を食べていた。わしの伝説その、ウイルステロを阻止せよ。相棒が、必ず死ぬ女。 編集にイいじピエールの研究室があるところつか、アザイダン科学研究所ゼニガ型エリカ・エンオトゲッケイ・ウィルステロの主犯格、にいジマピエールを追って日本にやってきたインターポールの捜査官。今まで捜査に同行した相棒が9人も殉職していることから相棒殺しの死神と呼ばれている。みたらしの個人的な思惑により、やべと組まされる。 時々小さく飛んで回転する癖があり、回し蹴りした時に、いつも履いている白の下着をやべに見られる。ニーチマピエール新型ウイルス、ブリースウイルスを開発した科学者。新型ウイルスを使ったウイルステロを日本で起こすと警視庁に犯行予告 DVD を送りつける。過去に何度も整形を繰り返して、素顔を変えているため、I can be all が口癖。ジェームズ・エン。 朝野和幸インターポールの捜査官。エリカが二重スパイで、ピエールと繋がっている疑いがあることを、日本の警察に伝えるために来日する。わしの伝説その危険なプロポーズ。婚約者が必ず死ぬ女、編集、山川和子、三十二円、井上和歌クラブ、ダーチョーの経営者。定家女子大学心理学科卒業。 彼女と婚約した三人の財界人が連続して不審死していることから警察は財産目当てで一種が殺害しているのではないかと疑っている。吉野裕太郎園、山中隆クラブ、ダーチー店長。新里賀園、シャロクラブ、ダーチーのホステス。古川重徳、七十五園、安倍六郎和子の三人目の婚約者。紅子エレクトロニクス会長。 階段から転落して死亡する。ほ、洋一郎園、木川田雅也 FBI で心理分析を学び、警視庁に復職する。国木だから、ホッパーと呼ばれている。わしの伝説その、誰にでも変装できる暗殺者、編集、篠原あずさ園、コンロマヒル宝雪クリニック整形外科医。片桐の教え子。過去に医療科護で父を亡くす。片桐隆彦園。 岡本藤田帝都医科大学教授。氷柱温泉で教え子たちが開いた大学の優待祝いの会に参加する。呉松刑事、39円、西賀正和ウィステリアランドメディカルセンター外科医。日本からアメリカアトランタに医療研修に来ている。世界的に有名な変装暗殺犯、雇用手と思われる犯人に殺害された一人目の被害者。長岡検索園。 新井康弘輿医科大学外科部長。雇用手と思われる犯人に殺害された二人目の被害者。大島豊園、宮地大輔城南医科大学外科医。自分よりも結果を残していない暮松が、アトランタの医療研修に選ばれたことに嫉妬している。雇用手と思われる犯人に殺害された三人目の被害者。南波和人園、松沢人志将北洋病院外科主任。 北に連縁、天野広成警視庁ひか警察署巡査部長。最初に名乗った際に、ギャレンと矢部に聞き間違えられていた。わしの伝説その、おとり捜査の罠、矢部健造 VS、矢部健造、編集クーリット王国大使館造建王子園、生瀬勝久クーリット国王の長男で、時期多い継承者。用紙は、矢部とウリ二つ、ただし頭髪は、地毛で、 花の頭に赤い装飾をつけている。口調は穏やかで愛の王子と呼ばれる。来日中何者かに命を狙われているため、矢部が身代わりとなって変装し、警護をすることになる。クーリット王国では一夫多妻制のため妻が4人いる。実は今回の事件を企てた長本人で4人の妻からの反対を避けて清水と結ばれるために、 やべを利用した替え玉殺人を狙っていた。身代わりにふさわしいやべのことを知ったのは若かりし、頃の日本への留学時に偶然彼を目撃したからで、あり、その時から、今回の陰謀を企んでいた。バボ、小林園田中金目寺クーリット王国の新鋭隊長、日系二世で、日本に精通。清水真中園高橋香織造剣王子の通訳。 やべが王子に変装した際、カーテン越しに、王国の王子というよりも、放牧中の牛という漢字と、寸評した。実は、造剣王子が日本に留学した頃からの恋人である。次男王子縁薬密輸クーリット国王の次男。三男王子縁チップ、青木クーリット国王の三男。内藤縁、須田国広勇気の部下。勇気誠縁。 塚田鎌佐警視庁警備部警部。造剣王子の祝賀パーティーの警備責任者。最初に名乗った際に、勇気ではなく、龍気と矢部に聞き間違えられていた。一度今の前で手帳を突き出し、右腕を左上に伸ばした後、鏡に身を乗り出す時があった。わしの伝説その、矢部健三に、死の制裁を。姿なき暗殺者、編集、落ち稽古園。 中島広子正隆の妻。オーガニックカフェオーナー。三上弥生園、三倉かなくみ子の友人。雑誌記者。小池貞田園、石井県一久市の2位。国会議員。篠原久美子園、落ち静かつむの妻。ウィッグサロン、ヘアヘアパラダイス店長。篠原つどむ、39円。辻谷吉ね 闇の警視総監連続殺人事件の一人目の被害者。会社経営者。多数の老人から金を騙し取った疑いがある。落ち正さ51円天たれき。闇の警視総監連続殺人事件の二人目の被害者。投資ファンド会社経営者。株価の不正捜査で利益を得た疑いがある。小池久志57円。清水和明。 闇の警視総監連続殺人事件の3人目の被害者、会社経営者、政治団体への献金疑惑がある、小池美保園、清水瞳沙田尾の妻、相田園、河村里香、ヘアヘアパラダイス受付、岡間園、田中守、ヘアヘアパラダイス利用士、在住、倉之助園、松田健治警視庁捜査裁一課刑事、矢部をお取りにして、 闇の警視総監を捕まえるため、諸葛刑事と偽り、矢部を、警視庁内から外へ連れ出す役目を任される。国木だから、在規ではなく、残規と呼び間違えられた。わしの伝説その、名探偵 VS、矢部建造氏を呼ぶ逆転推理、編集、山野井秀夫へ村祭りし、綾野工事グループ総帥の出事。綾野工事秀マロへ浜田明綾野工事グループ総帥。 20年前に、事故死で決着した娘の死亡事件の再捜査を、警視庁に依頼する。綾野浩二春彦縁、村杉瀬美之介綾野浩二課長男。自称、映画監督。綾野浩二夏を縁、田中夏綾野浩二刑事男。デザイナー。綾野浩二秋縁、川又忍綾野浩二課長女。美食家、綾野浩二真冬縁。 シッシュドミワコウアヤノコウジケジジジョ。研究家。春日ガイフ高木マリア40年間アヤノコウジケに奉公している、使用人。午後3時になると、主たちにおやつを配給する。谷村美鈴園、富田良オシュマロと愛人の間に生まれた娘。20年前に、アヤノコウジや敷地内の両部池で歴史する。中田オネ美エ中田秋、毎度。 エクスプレスニュースキャスター。厚し池小五郎園、三浦良介私立探偵、スコットランドヤードの元警部。最初に名乗った際には、アンクと矢部に聞き間違えられた。アルキメデスの名にかけて、ガキメゼリフで謎の答えがひらめいた時に、ユリーカと言ったりメダルを宙に投げて、片手で受け取るのが癖。小松安支援、小松安市警視庁風紀取締委員。矢部が、 第9、取調室と呼ばれる取調室を自分のプライベートルームに改造した件で調査しようとするが、彼にうまく言いくるめられてしまう。わしの伝説その、殺人同窓会、矢部健造よ永遠に、編集、佐伯幸子の輸入販売ショップ、長井家の飲食店茨城県警察施設、現警察署、佐伯幸子園、伊藤和恵輸入販売ショップオーナー、 宇宙警察の衛生兵。長池良太園。井上淳一地元の小江津原で両親と共に飲食店を営む。宇宙警察の二等兵。田丸三木園。池津小コートと共に北海道で牧場を経営。実家は仙兵屋。宇宙警察の一等兵。高島高二園。北山正康実家は五福屋。宇宙警察の大佐。神田智也園。 小須田康人と地再開発業者。山の神様殺人事件被害者。小越原子に大型ショッピングモールを建てるため、宇宙警察のメンバーの実家など、小越原子の商店に対し恐喝のような手段で、立ち退きを迫っていた様子。長池昭護園、久保明良太の父。柿州、はじめ園、森本良治茨城県警察市越原警察署刑事。最初に名乗った際に、 カリスとヤベに聞き間違えられた。本編の最後にはヤベが私物化している取調べ室第9取調べ室を舞台に秋葉原人や警視庁の面々が繰り広げるミニドラマトリックこちら警視庁第9取調べ室が放送された。なお、菊池が登場した回は警視庁の会議室が舞台となったためタイトルにトリックこちら警視庁第9取調べ室ではないと ただし書きがついていた。この中で、矢部屋秋葉は、高木健吾を知っているような発言をしている。基本的に、矢部屋秋葉しか登場しないが、エピソード5.1では、石原達也が登場し、秋葉との関係性も見せ、矢部の部下としての引き継ぎが行われた。警部補矢部県32では、第9、取調室から高級高市や、鳥越苦労商店に舞台を移して、 和紙の伝説の本編終了後から放送が開始された。和紙の伝説の本編終了後に、世界水泳バルセロナ2013競泳6日目、放送のため、スピンオフ放送は休止。警部補や部県3人に関するカテゴリー、警部補、や部県像人工頭脳、VS 人工頭脳に関するカテゴリー、ありがとうございます。